日本政府は反撃能力の拡大を図るために、現在陸上自衛隊に配備されている12式地対艦ミサイルの射程延伸計画を進めている。今回はこの12式対艦ミサイル改良型を次期潜水艦に装備する話を詳しく見ていきますね。3000トン級ではなく、大型の潜水艦を建造する必要が出てきました。攻撃型最強の潜水艦を建造するんでしょうか。水素エンジンと次世代リチウムイオン電池のハイブリッドで、燃料の水素まで同時生成できる潜水艦を建造してほしい。昨年2021年12月には、海上自衛隊の潜水艦の兵装として、今後、波長距離かつ、対地攻撃能力を付与することを目的に、新たな巡航ミサイルを搭載する方針が打ち出され、当時は敵基地攻撃能力、今は、反撃能力と表現される領域への、この分野での進出となる。具体的には、現在、陸上自衛隊が装備している、12式地対艦シルベ弾の改良型である、能力向上型の搭載を想定しているもので、現行型の最大射程距離は、およそ 200km 弱であることに比して、能力向上型は、同 1000km 以上が見込まれている。こうした射程距離の大幅な延伸と並行して、現状では、陸上から、海上の敵艦艇を攻撃することが主要とな、12式地対艦誘導弾が、今後は、艦艇や潜水艦への搭載や、航空機に搭載する形式が開発される予定であり、各分野で、自衛隊の中核戦力になると考えられている。こうした、12式地対艦誘導弾の能力向上型は、潜水艦に搭載する場合には、大きく分けて、二つの運用手法があると想定され、一つ目は、既存の魚雷発射管から運用する形式。二つ目は、VLS、垂直発射管から運用する形式になるとされている。現在の日本の海上自衛隊が運用する潜水艦は、もちろん、主兵装として、533ミリ、魚雷発射管を6門搭載することが標準装備であるため、ここから運用することが可能となれば、既存の潜水艦でも、改修等によって適用する隻数は増加可能だと見込まれる。これに比して、VLS、垂直発射管を新たに装備して、12式地対艦誘導弾の能力向上型を運用することとなれば、潜水艦自体の設計と建造も、新たに実施する必要が生じるため、実現するまでには、少し時間を要する可能性が高いだろう。いずれにせよ、非凡の2023年度の防衛予算案には、すでに、この、12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発費用として、393億円ほどが含まれており、政府の推進するスタンドオフミサイル構想を実現する兵器として、注目を集めている状態だ。スタンドオフミサイルとは、敵の兵器の攻撃圏外から、友軍のみが、一方的に攻撃が可能な長射程の兵器を指しており、兵器の持つ攻撃性を、言葉の響きから薄めて、その配備に抵抗感を弱めようとする、日本特有の言葉の工夫の産物とも言えよう。政治的には、敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えたり、長距離攻撃が可能な主として、巡航ミサイルは、スタンドオフミサイルと言い換えたりと、日本政府の不信は続くが、現実の日本を取り巻く安全保障環境は、悪化の一路をたどっている。太平洋戦争を敗戦によって終えた日本は、戦後は、アメリカを、唯一の同盟国として、旧ソ連を中心とする共産主義化の流れを防ぐアジアでの役割を韓国と共に担い、主として、旧ソ連の動きを阻害する、防衛体制を構築していった。
北方領土を不当に旧ソ連軍に占拠された経験から、日本では同軍が北海道への上陸を敢行してきた場合に備えて陸上勢力をその地に集中させ、また海では極東から旧ソ連の潜水艦が太平洋に進出することを阻むことに最大限の注力を行った。1991年に旧ソ連はそれまでの国家体制が内側から瓦解し、今のロシアが後継国家となる変革が起きたが、これによって日本は最大の仮想敵国が消滅するという幸運に恵まれ、陸上兵力の多くを削減できることとなった。日本以上に、この旧ソ連の崩壊に恩恵を被ったのは、ヨーロッパの西側陣営の諸国であり、かつて旧ソ連の影響下に置かれたポーランド等の東欧諸国が、こぞって西側に転換したため、後継国家のロシアと国境を接する事態が終焉を迎えた。しかし、この旧ソ連の崩壊で、元々の NATO 加盟国、ことに対峙する最前線にあった最大の構成国のドイツは、軍事力を削減した上に、ロシアからのエネルギー輸入を拡大するなどの政策を取ったため、これが今日のロシア・ウクライナ戦争にも影を落としている。ロシアは、旧ソ連の崩壊後、西側諸国の経済的な支援を受けて、軍事的脅威を及ぼさない新たな国家へと変革が進むことが期待されたが、豊富なエネルギー資源をもとに、世界的な原油価格の高騰で、再び軍事力の強化を推し進めた。その行き着いた先は、プーチン政権によって、かつて旧ソ連として大きな版図を誇っていた国家の再興と、その瓦解をアメリカをはじめとする西側諸国に押し付けられたと感じる怨嗟の情に発露され、旧ソ連の構成国で今は離反した国への攻撃に向かっている。さて、アジアに話を戻せば、旧ソ連の瓦解で最大の仮想敵国が消滅した日本だったが、2000年代になると急速に経済の改革開放路線で国力を増加させた中国が、これに代わって日本の安全保障を脅かす位置に台頭してきた。すでに中国は国家の経済力の指標である GDP の総額では日本を抜いてアメリカに次ぐ世界第2位の規模にまで到達し、それに比例して海軍艦艇、航空機の数といずれも日本を凌駕する軍事力を獲得。もはや日本一国では対峙することさえ困難となっている。中国は海軍力を増強して東シナ海や南シナ海を勢力下に収める構想を推進しているが、その実現のために国産の航空母艦や大型0号5型駆逐艦、そして原子力推進型の潜水艦などを次々と収益させ、勢力圏の拡大を図っている。ことに、南シナ海について、中国が、その大半が、自国のものだと主張し始めた背景には、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載した戦略型の原子力潜水艦を潜ませる海域として最適なためであり、水深の浅い黄海や東シナ海では不向きだったことが一因に挙げられるだろう。中国海軍は同海軍で初の戦略型原子力潜水艦である092型夏級を1983年に一隻就役させた後、これに続く094型進む級を2007年から2021年までで7隻を就役させており、さらに新型の096型等級も早ければ2025年前後での実戦配備が予想されている。現在の主力である094型進む級原子力潜水艦は水中排水量が12000トン、全長 135.0m。全幅 12.5 メートルの艦隊に12機の VLS、
垂直発射艦を装備しており、SLBM、潜水艦発射型弾道弾の JL-2 をここから運用する潜水艦である。JL-2 は、少なくとも、射程距離がおよそ 7200km に到達している SLBM、潜水艦発射型弾道弾だと考えられているが、南シナ海からでは、アメリカ本土への攻撃は、無理でも、ハワイやグアム島ならば、十分に攻撃圏内に収め、無論、ここに日本も含まれる。こうした事態を反映してか、日本では、政権与党の自民党以外からも、最近では、原子力潜水艦の保有を検討すべきという声が聞こえるようになってきており、多くのマスメディア等でも、そうした意見が取り上げられる機会が増えているように感じられる。国民民主党の代表である玉木氏は、そうした日本も、原子力潜水艦の保有を検討すべきであるとする論者の一人だが、中国海軍の SLBM、潜水艦発射型弾道弾搭載型の戦略型原子力潜水艦への対処法として、それを探知する目的を提唱している。個人的には、日本も攻撃型の原子力潜水艦の導入の是非を議論することは意味があるとは思うが、玉木氏が主張するような中国海軍の戦略型原子力潜水艦を探知するという運用方法については、少し頭をかしげてしまう。敵の潜水艦の探知を行うのが、現状では、あくまで対潜哨戒機等の任務であり、自らも海中に潜むことが、目的の潜水艦として、原子力推進の優位性が発揮されるのは、連続潜航時間の長さと、潜航時の速度で、敵の探知とは無関係な気がしてならない。